鮮やかなバイバイ愛してハッとしてグッときてベイビースリーカーブル去りゆくあだたへ送る言葉辛い気まぐれな恋もたまにはいいじゃない。グラスの
さ、そうさ、生きてりゃいいのさ。弟は二階のゆりかごの中で鮮やかなバイバイ。
イバイ I should day 笑顔見せてよバイバイ I should day されすぎた罪なやつ誰かに誘われ君が乗り込むイエロー GT 愛してるなんて疲れちまう左で暴ようとドアに書き思い切り殴るその日だけのセンセーション心まで奪われたのさ I say bye bye I should day 鮮やかに bye bye I should day 恋を演じる bye bye I should day 冷めすぎた罪なやつステルに染まった光源のテレフォンボックス電話をかける君と偶然また出会えたよハッとしてフッと来てさっと目覚める恋だからフッとしたよ聞いてよ別れの電話取り消せよ「ただただのため」
免許を取ったらまず最初にオートバイに乗りたいとおっしゃってます。今週第3位、三原健子さん、セクシーナイト。ガラスのフロアに響くシャレたロックのリズム、カクテルグラス片手に踊るのよセクシーナイト。気取った挨拶抜きで愛してます、泣きたいほど
最後に会いに行くから
私が出した手紙の束を返してよ。誰かと二人で読むのはやめてよ。追い出された昔を胸に抱えた見慣れた夜道を走って帰る。流れるな涙心で止まる。流れるな涙バスが出るまで。流れ回ぐらい。どうして？やっぱり英語の中だけにいると、うん、せっかく2日か3日かお休みもらっても落ち着けなくて、うん、そうか、ホームシックもあったかな。そうですね、やっぱりそうなの、そうか。でもとにかくあの向こうであれだけのね仕事をしたっていうことはやっぱりすごいことだと思うの。これやっぱりアメリカで仕事した人じゃないからわからない、その厳しさっていうのをね、いろんなものが体に身についたと思うんだけど、なんだと思う、一番シンクレディはやっぱり変わったと思うんだよね。あの一つの週の番組の中で歌を5曲ぐらい歌ったんですね、うん、それでもう必ずスローの曲が入ってたりとか、うん、ディスコがあったりいろんなジャンルに挑戦させていただいたんで、うん、そういう意味でいろいろ歌の面でもね、うん、身についたと思うんです。でこれからはそういった面がどんどん日本のステージでもテレビでも出てくるのかな。出ればいいと思います。出せると思うそうだよね、はい、そうやってくんなきゃもう5年でしょ、はい、うん、一つの区切りと言っていいかもしれないし ね、うん、でも今ちょうど解散説が出てます。解散するんですか？いえ、しません。あ、しない、はい、どうしてその噂出たんだ。どうして私たちの口からは一切そういう言葉は言ってないんですけれども、うん、もう週刊誌だけで大きく騒がれて、うん、私たちの方がびっくりしてる状態だったんです、うん、アメリカに行ってる間いろんな噂も出たししとけども、あの英語もやはり向こうで、うん、あのまず練習に入る前に基礎から全部やっていたんですよね、うん、会話の方、うん、だから自分たちでもあの行く前よりもよく喋れるようになったと思うんですよね、うん、やはりあの英語が全然ダメだとか喋れないとか書かれた時には、うん、やっぱり悔しかったです。そう、実際見ていただいてね、うん、悪いとこは悪いって指摘していただくのはいいんですけど、うん、やっぱりなんか噂だけとかね、うん、見てないのにこう、うん、こんなこと聞いたからっていうんで書くんじゃちょっと残念だなって、うん、ああそうかそうか、うん、でも身は優しい言い方しますねでもあのアメリカ行ってやっぱり一番こう自分であこれが身になったなっていうところは、そうですね、英語のこともあるだろうし、え、私なんか、うん、あの割と身よりもこう、うん、背も低いし、うん、痩せてたし、うん、そういった面ででも自分なりに自分の中で素直に表現しようと思ってるんですね、うんうん、日本に帰ってきて、だから今とてもなんかこう穏やかで、うん、気持ちよく仕事ができてる、はい、そうですか、はい、でもこのまま解散せずなんてもう出ないように あとどんくらいやっていくつもり、結婚するまでやる、え、結婚するまでは、さあ結婚って言うと何年ぐらいになるか、うん、分かりませんけど、うん、頑張ります。とにかく2人で手を取り合ってっていうのは変わらないんだろうね、はい、うん、じゃ あの早速この新曲ね、世界英雄史、私
だけ愛してたあの人もいない1ヶ月ぶりに退院しましたジュリーでございます。おめでとうございます。いやとにかくねやっぱりジュリーがいないとね寂しかったよ。どうもこの間本当に本当そう、ね、本当そうね。まあほとんどの番組ずっとね出てなくて今日が、まあ、退院後初めてということで、はい、ジュリー、はい、感想はいかがですか。いやなんかこう会う人の顔を見てもね、うん、何見てもこうなんか恥ずかしいね。恥ずかしいの。でもさ、音なんて聞くとさ、ね、やっぱり嬉しいんじゃない？なんか血が騒ぐっていう感じだね。一番最初このメドレーの音合わせした時ね、うん、なんとなくね、ギンときちゃった。オロオロってしてる。でもね言ってたなんかねジュリーが今日ねリハーサルで目がね潤んでるんだよってやっぱりそんなもんかもしれないよね、うん、ねでも本当よかったおめでとう、ね、まあとにかくね、まあ、1ヶ月近く休みましたけどねその間にまたいろんなことをね吸収したと思うしね今日もまた新曲で素晴らしいね歌を聴かせてくれますから楽しみにしていただきたいと思います。さあところで初めてテレビでもってジュリーが歌ってくれるこの海ではね聞いてることありますけどね、はい、恋のバッド中にこれは各局の方々が今ねギンギンになってこの番組見てらっしゃると思いますよ。初登場でございます。それでは恋のバッドチューニングジュリーすごい行きましょう。刺されるのもいいさ決めすぎばかりじゃ息もできない心の奥を覗いて愛を確かめるなんて
酒場を探してみないときは近くの墓場を探してみろよ。ダブルのグラスに花を刺しゆっくり眠っているはずだから、ダバダディディダバダディダダバダディディダバダディダ、ちょっといいジョークでね。お前が性ある女であればこのまま一緒に暮らしたけれど、心の優しい女だと分かってしまえばおさらばするよ。ダバダディディダバダディダダバダディディダバダディダ、美しい話だね。一時を過ぎたらこの顔にブルーの影が出て、頬ずりしてきた女の子チクチクする音いかがった、寄せよ寄せよ酔えなくなるよ。ダバダディーダバダディーダダバダディーダバダディーダ、邪魔気な女だね。とにかく今年はさ、はい、またウエスタンカーニバルも22日からだったっけ、あるし、そしてあの映画の方も、はい、天草四郎、それから、ね、最もセクシーな男に選ばれた、ね、ジュリーでもあります、ね、頑張ってちょうだいね、はい、スタンバイお願いしたいと思うんですけれども、はい、天草四郎のこれでございます。あーすごいですね、こちら柳生十兵衛ですね、ほんと、はいね、すごいすごい。いやそれでね、あのジュリーが今歌ってる時に使ってるマイクがね、はい、あれがワイルドワンズの加瀬さんが使ってた、古いやつアンティックですね、それ本当に出してきて使ったんですって、アーカーゲーってやつなんですよ。あ、そうなんですか、はい、じゃあアーカーゲーで参りましょう。どうぞ。淡い黄昏なだらかな丘、カーブを描いてお前の姿を思い出させる Be the same Be the same を待っているか、
ぬくもりを手探りしてた。尋ねられない言葉にすれば、ラー
第3位唇は厚く君を語る。南風は女神、I'm not afraid to die.
自分
愛しているだけの悲しいゲームさ。Want you your愛とこ見せちまったね。強い人のせいさ。お前が欲しい。片手にスイング、酔っ
風が甘い窓で人波分けてふわりもたれて酔いざまし血どけないポーズ足で君の隣へ進み名前を聞き出しても気を持たせている内緒でゴーウィン
優しすぎるわと言われただけで Say goodbye, oh baby、oh.So ride on, ride it on, move, 戻れない It's so ride on, ride it on, move, 戻れない La la la
りしてたらもう目が小さくなっちまった遠い遠い思い出日が暮
けテーブルに座っても今は彼女写真の中で優しい目で僕に微笑む1962年夏、聞いていただきます。赤いキャンディー包んでくれたのは古いニュースペーパー、白いペンキ何度も塗り返す夏の風の中で、今頃国のテネシーあたり借り入れ時さと片言混じりでバルコニーにから覗くあんたはブロンドさえも色褪せていた。派手な化粧振りまくおでこ自慢の胸のペンダント、俺の髪を撫で回しながら開けて見せた写真、もう一度船に乗る夢ばかり風を引いたいに上元のように、好きなブルースかけてた夜は決まって夜明けにすすり泣いてた。アフターミッドナイト悲しみは
雨テネシーワルツ歌おう。うまいもんさあんたに教わった、ちゃんと生かしたステップ、惚れてくれよしゃがれた声で、芝生の下で眠っていずに、褒めてくれよ Blue Eyes 細めて。芝生の下で眠っていずに、君が悲しみに心を閉ざしたとき、思い出してほしい歌がある。人を信じれず眠れない夜にも、きっと忘れないでほしい。生きてりゃいいさ、生きてりゃいいさ、そうさ生きてりゃいいのさ。喜びも悲しみも立ち止まりはしない、巡り巡ってゆくのさ。手のひらを合わせよう、ほらぬくもりが君の胸に届くだろう。君にありがとう、とてもありがとう、もう会えないあの人にありがとう、まだ見ぬ人にありがとう、今日まで僕を支えた情熱にありがとう。生きてりゃいいさ、生きてりゃいいさ、そうさ生きてりゃいいのさ。喜びも悲しみも立ち止まりはしない、巡り巡ってゆくのさ。手のひらを合わせよう、ほらぬくもりが君の胸に届くだろう。遠く遠くどこまでも届く流れる川で、触れかかる空にあなたを、今日も
固い絆に思いを寄せて語り尽くせぬ青春の日々。時には傷つき、時には喜び、肩を叩き合ったあの日。あれからどれくらい経ったのだろう。沈む夕日をいくつ数えたのを、ふるさとの友は今でも君の心の中にいますか。乾杯。今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。キャンドルライトの中の二人を、今こうして目を細めてる。大きな喜びと少しの寂しさを涙の言葉で歌いたい。明日の光を体に浴びて、振り返らずにそのまま行けばよい。風に吹かれても、雨に打たれても、信じた愛に背を向けるな。乾杯。今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。それでも恋は恋。
酒を飲んで管を巻いて洗濯物は机の上に短い手紙添えておくわ。今度生まれてくるとしたならやっぱり女で生まれてみたい。だけど二度とヘマはしない。あなたになんかつまずかないわ。男はいつも待たせるだけで女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それ慰めていた。それでも恋は恋。優しくしないで、君はあまれから新しい別れを恐れている。僕が君の心の扉を叩いてる。君の心がそっとそっと揺れ始めてる。愛を止めないで、そこから逃げないで。甘い夜そのままの君だけ。
しいチャチャ手を取り教えて耳が熱いステップの度に揺れ動くよ地球ごとワンダフォーラブあなたとランデブー忘れてロンリネス腕の中テレビの空手チョップが白熱した頃に
妹の誕生を知った。それから親父は占いの本と辞書と首っ引きで実に一週間もかけて娘のために、つまりは極めて何事もないありふれた名前を見つけ出した。お七夜宮参り、夫婦は自画自賛、可愛い娘だとはしゃぎ回るけれど、僕にはひいき目に見てもしわくちゃの失敗作品、やがて彼女を訪れる不幸に胸を痛めた。兄貴として、
香りのエキスプレスオーデコロン。一つの色のグラデーションで目元の感じが変わる、また変わる。さらに組み合わせて、口紅はクリスタルデュー、香りはスーリールで、なんともう一人の女。一つじゃないよ組み合わせのマジック、資生堂です。